はい、横浜靴でございます。今回は、はい、じゃーん、何を買ったかと言いますと、今日は8000尾崎さんと、伊東洋華堂に行ってきました。それで、まあ、伊東洋華堂に行って買ったものを紹介したいと思います。今日は8月の18日の土曜日ですね。第3土曜日で新車8月を買ってまいりました。で、まあ、今日実は今日 8月の発売のことを知らなくて、でも知らなかったので、ね、ちょうどホームページ見たら俺押したじゃんと思って、一緒に発送の池田さんと一緒に行ってきました。はい、じゃあ今度紹介します。全部ヨーカドで購入しました。ちょっと大量買い、大人買いっていうのかな、しました。はい、で、なんとですね、こちら何かと言いますと、フラレル、このトミカを、新車っていうか買ったらなんか知らないんですけど、景品がついてきました。トミカプラレールビデオ2012っていうやつなんですけど、DVD ですね。なんと、非売品です。もしかしたら、なんだっけ、最近発売されたセットに入ってたやつですかね。いろいろ、入ってますね。で、120分入ってるそうです。2時間も入って、で非常に楽しそうだね。期待できそうですね。はい、今回買ったものは、まあ、紹介します。まず、まあ、それはね、8月の新車なんで当たり前なんですけど、ホンダの CR-V が発売されました。ちょっとピントがあってないんですけど、許してください。今回は。初回特別カラーですね。買ってきました。これは297円でした。見てることは。はい。で、通常カラーです。はい。これと、ピカチューカーっていうのは買ってみました。で、ピカチューカー、これなんだ、あ、ちょっと火の用心ですね。はい、ってな感じで、ちょっとすいません。消防車が来てうるさかったのでカットしました。すいません。はい、で、ピカチューカーです。ピカチューカーはですね、あんまり興味ないんですけど、まあ、面白そうなので買ってみました。はい、103番です。はい。あとは、こちらのね、小松トーバーレストラクサーってやつなんですけど、買ってみました。こちらも。はい。ちょっと大人買いですね、本当に。大量買いしちゃいました。で、ラストに、トイズドリームプロジェクト、出場指令、消防車両コレクション、ダイハツミゼット、消防車種を買いました。130円でしたね。はい、そしたら、おまけで、これがついてたわけですね。非常に嬉しいおまけがついてますね。はい。で、まあ今、イトーヨーカドでポイントカードがどの子なのかってあったんで、やってみ、なので、まあ、これで大体1800円ぐらいして、まあ、2000円ぐらいなんですけど、まあ、ポイントが3つつきました。はい、この感じで今回またね、久々なこんな大量買いです。でも大量買いって楽しいもんですよ。買った気分がいいですね。はい、今回大雨でひどかったんですよ。なのでね、本当に伊東洋華堂に何時間いたんだろう。3時間ぐらいトミカの売り場にいました。友達と。こんな感じで今回は終わります。次回開封やります。今回 BGM 入れました。すいません。はい、それではさよなら。